門殿氏は、日本の士族。主な士族として、次の一族がある。相王国を拠点に、大内氏家臣として栄えた一族で、相王国の在長官人であった大内氏が、平安時代末期から勢力を拡大し、巣王各地に、大内氏の所留が現れる。平安末期の大内氏当主、大内森房の次男、長房が、吉木軍門殿を漁師。 その地名を取って、門殿を名字とした。その子孫は大内家臣として活動し、室町時代中期には、戸板博綱が岩見守護大に任命された。その後の戸板博士姉は、大内正宏の側近として活躍し、長京元年の六角聖伐にも、大内正宏の代理として出陣した。その後も、戸板博士姉は、大内氏の重臣として活動し、永正五年、 大内義雄の上落へも突き従い、永生八年の船岡山合戦で打ち死にした。広種のお孫、豊た隆盛も岩見守護代に任せられたが、この頃の岩見国は、吉見氏や松田氏らの勢力が非常に強く、強固な支配を確立することができなかった。天文二十年の藤高夫さんの判断では、東側に味方し、大内義隆への追悼に加わった。その後は、 大内義長に従ったが、五福島の戦いにおいて、当春方率いる大内軍が敗北し、春方は自害する。同天門20年冬から始まる毛利元成の傍聴計略に伴い、大内家中は春方の反乱の歪みで内部構争が勃発。その混乱の最中、工事3年に在場していた富田和若山城を杉主介に攻撃され、討ち死にした。 また弟の孫、モンタフサダネも、同工事三年、調布で、毛利元成の軍と戦い打ち死にを遂げ、都王門殿氏は滅亡した。門殿氏系図判例。一実戦は、実施、転戦は要し。日系図は付録の、大内系図に準拠する。ありがとうございます。